立憲民主党の野田佳彦でございます。今日は総理に政治と金の問題中心に質問させていただきたいと思います。総理と私は同い年、しかも93年の同期当選でございます。93年総選挙は最大の争点は政治改革でございました。リクルート事件を受けてどのように政治を正していくか、当時当選をした若手も本当に熱っぽく議論を続けました。今日の予算委員会のメンバーでも、もうすでに質問をされた、ずいぶん若手が奮起して議論をしていましたですね。残念ながら私、総理とは同期で、しかも当選した後の割り振られた国会のいわゆる会館の事務所は7階の隣同士だったんですけど、あまり接点がなくて、政治改革の議論はあまりしなかったような気がしますので、思い返しながら議論を進めたいと思うんですが、私はやっぱり政治改革を進めるにはね、自身の経験も踏まえて深い反省のもとに改革を進めていくというのが基本だと思うんです。でまずお尋ねをしたいのは、93年政治改革国会が始まり、94年に政治改革関連法ができました。当時と今日の今のね、また30年過ぎて不祥事が起こったわけでありますけれども、30年経った今、どのような考えを総理がお持ちなのか、まずはお尋ねをしたいと思います。ご指摘の30年前の議論ですが、当時、中選挙区制度に関わるさまざまな政治の弊害について、中心に議論が行われ、そして選挙制度は改革され、そして派閥をはじめさまざまな、この議論についても一定の改革が行われた、こうした大きなこの改革であったと振り返っています。しかしその後、多くの先人たちが努力したにもかかわらず、今回こうした政治と金をめぐる一連の事態が生じたこと、このことについては改めて私も含めて自民党として深く反省をし、そして国民の皆さんにお詫びを申し上げなければならないと思います。委員の方から自らの経験反省も踏まえて取り組むべきだというご指摘がありました。ご指摘の通りだと思います。その反省を踏まえて、この政治の信頼回復に向けて努力をしたいと思っております。私はリクルート事件も大きな事件でしたと思います。政官業の癒着でしたから、贈収賄事件ですよね。で今回の裏金疑惑というのはですね、もっぱら自民党の党内で起こった問題でありますけれども、立法府に属するメンバーが80人以上が裏金を受け取っていたということになっているわけで、これ立法府の存在意義が問われていると思います。ルールを作るのが国会です。法を犯す者は法を犯すべからず、その精神がどうなってるのかという、私はデモクラシーの危機だと思いますので、より危機感を持たなければいけないんですけれども、30年前比較的若手が奮起して議論したと言いましたけれども、あまりそういう動きが自民党内で私見えないこと、大変残念に思っています。でもう一つ危機感を持たなければいけないのは、不祥事が起こった、じゃあしっかり早く全容を解明して早く解決策を示さなければ、これ真なくば立たずのね、真が本当に立たなくなると思います。政治の機能不全も今国民の怒りの一つだと、そのことを強く危機感を持って対処していかなければいけないと思いますが、本当に総理がご自身の経験を踏まえて反省すべき点を反省しているかどうか、一つずつチェックしていきたいと思うんです。でまずはですね、なぜ総理に就任してからも派閥の代表に居座り続けたんですか。この点をお伺いしたいと思うんです。リクルート事件の後に後藤田正治先生を会長とする政治改革委員会ができました。その時は加納道彦先生とか安岡先生とか、そうそう他のメンバー、その政治改革委員会に総理のお父様も入ってらっしゃいましたね。そのメンバーによってできたのが政治改革大綱です。そうだ、これはですね、政治改革を語る上で記念碑的な文書だと思いますね。私は地方で無所属の議員をしていましたけれども、こういう方向で政治をね、運営していければ日本の政治も良くなるなと期待したもんです。そうだ、でその政治改革大綱に何と書いてあるかというと、これは党役員や閣僚は派閥を離脱すると書いてあるんです。ところが総理は内閣総理大臣になっても派閥をずっと離脱しなかったんですね。なぜだとご説明いただきたいと思います。
先ほど申し上げたように、30年前の政治改革の議論によって、この大きなこの成果が記された、このように思っておりますが、その中にあってご指摘の政治改革大綱のさまざまな指摘を受けて改革が行われた、その際に中選挙区制度を小選挙区に変えることによって派閥のありようも変わったということは事実でありますが、結果として今日まで資金ですとか人事と派閥が切り離されなかった、これが続いていたこと、これは謙虚に反省しなければならない時点であり、その私の派閥離脱ということについても、この派閥が人事やお金と十分切り離されなかった、このことの表れであり、その私自身その点について反省しなければならない課題であると認識をいたします。ちゃんと答えてないですね。なんで離脱しなかったかと聞いてるんですよね。よくね、派閥という言葉を総理はよく政策集団と言い換えることが多いじゃないですか。内閣総理大臣は政策を推進するためには霞が関のトップですから、霞が関をフル回転することができるんです。自民党の総裁ですから党の成長をフル回転させることができるんです。なんで政策集団のトップでいる必要があるんですか。全く意味がないんです。でそのことをちゃんと答えてないってことは反省してないということだと思いますね。反省という言葉を言ってるけど反省してないと思います。2つ目、チェックポイントですけども、なぜ総理に就任してからも頻繁に政治資金パーティーを開いたのか、これを端的にお答えをしていただきたいと思います。対抗にもね、さっき言った対抗にもパーティーについては閣僚派閥による開催の自粛を徹底と書いてあるんですね。対抗に、対抗だけではありません。2001年に作ったこれ閣議決定されてますけれども、大臣規範では政治資金の調達を目的とするパーティーで国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛すると書いてあるんです。ところが先だって同僚の大西議員が取り上げましたけれども、総理は2022年だけで7回もパーティー開いてるんですよ。7回っていうと1ヶ月半に1回ですよ。異常なこれペースですね。でしかも売上が1億5510万円、これ武田良太議員について第2位じゃないですか。で利益1億3609万円、これ大規模パーティーに当てはまるじゃないですか。それを内閣総理大臣自らが大綱を破り大臣規範を守らなかった、7回もパーティーやった、なぜですか。ご指摘の会合については、私自身、内閣総理大臣就任から続けてきたこの勉強会を続けてまいりました。そして大臣機関の国民の疑惑を招きかねないということには当たらないと判断をした次第であります。そして大臣規範についての政府の見解については国民の疑惑を招きかねないという点について国務大臣がこの判断をする、こうしたものであるというのが政府の従来の見解であったと認識をしております。全然納得いかない説明ですね。なんで7回もやったのかです。7回も内閣総理大臣ですよ。私はね、近畿政治いつもだけど、総理大臣になったからといってパーティーやろうとは思いませんでしたね。なんですかこれ、異常ですよ。ここまでお金を集めることに心を砕きエネルギーを割くのか、内閣総理大臣としてそんな心の余裕があるのか、不思議でしょうがない。これはね、異常なことだと思います。国のトップが7回もねパーティーやるって今までもなかったんじゃないですか。私はね、それだけパーティーが大好きだから政治行動も変なところで変なタイミングでエネルギーを割くと思ってるんですね。今年の1月5日に経済3団体の新年会に防災服を着て出ましたね。私はあの姿も異常だと思いましたよ。だって発災から数日経ってまだね、生死の境目にある人がいっぱいいたはずです。 SOS を出してる支援者も被害者もいっぱいいたはずです。被災者もそんな時にね、なんで防災服を着て新年会出るんですか。エネルギーの割き方間違ってると思いますよ。経済三団体はパーティー買ってくれるかもしれません。パーティー券、能登半島の人は買ってくれないかもしれない。だけど国民の命を守るのは内閣総理大臣じゃないですか。
こんなところにも私は現れてると思います。エネルギーの割き方は間違ってると思いますね。さっき7回のパーティーって言いましたけども、これももうすでに取り上げていますけども、2022年6月に広島で開かれた総理就任の祝賀会、これ内閣総理大臣就任を祝う会、会費1万円、出席者11,000人、1100人、主催が任意団体だから収支報告書は記載をしてないということでしたけども、これ明らかに脱法パーティーじゃありませんか。受付も経理も岸田事務所がやっていた、任意団体の代表は後援会長だった、どう見たってこれ脱法パーティーじゃないですか。脱法パーティーじゃないんですか。ご指摘の会合については、これは知事が地元の経済界、政財界のこの皆さんが発起人となって開催していただいた、この純粋な祝賀会であると認識をしています。委員の方から受付もその経理も事務所がやっていたんではないかというご指摘がありましたが、これ関与については、その会のこの事務の方から、この口座の開設と手続きがわからないのでアドバイスがもらいたいということで事務所に相談があった、こういったことは事実あったと報告を受けておりますが、これ事務の実態は、これは当然この任意団体として行ったものであり、うちの事務所がこの会を主催したということは実態と全く合っていないと認識をしています。こうした会でありますし、そして会の当初、余剰金についてどう取り扱うか、こういったことについても何も決まっていない、こういった会でありましたので、実質的にもこの政治資金パーティーではないと認識をしております。総理が代表を務めている政治団体に320万円の寄付があったということは事実だと思いますので、実務的に事務所が関わっている部分あったわけですね。そういうことなど含めると、こういうことを認めていたら、私たちは政治資金パーティー及び企業団体献金は禁止という方向性を打ち出していますけどもね、仮に政治資金パーティー禁止をしましょうと言ったって、任意団体がやりましたと、任意団体から寄付をもらえば、これ事実上恩恵を受ける話じゃないですか。というようなね、抜け穴になるからやめた方がいいと言ってるんです、私は。抜け穴作りの先頭を切るんですか。政治改革の先頭に立つ人が、なぜ抜け穴作りの先頭に立つんですか。そこは何の反省もなく答弁する姿自体が嘘っぽいと思いますね。これね、政治資金規正法の冒頭を読み上げさせていただきたいと思います。民主政治の健全な発達のために、政治資金の収受にあたっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。いやしくも国民の疑惑を招くことのないようにですよ。疑惑招くじゃないですか、そんなやり方は。政治資金規正法の精神が分かってないと思いますね。分かってない。ということを、厳しく言わざるを得ません。こんなにパーティーが好きなのは、これはね、内閣総理大臣になってまでパーティーやるって、さっき異常だと申し上げましたけども、それは多分ね、前の予算委員会でも世襲の問題取り上げましたけども、陣屋に移すための準備なのかなと、すら思ってしまいますよ。思ってしまいますよ。世襲議員が増えてきていることに対して、私はそれを制限すべきだということを、前の予算委員会で申し上げました。あるね、自民党の議員の方からのお話ですから、これが本当に全体かどうか分かりませんけれども、世襲議員の仲間たちのグループの中にいると、非世襲議員は野良のように扱われていると。野良。私は野田ですけどね。野良がね、もっと集まって、逆に言うと納税者の番犬として頑張らなければいけないと思ってるんです。ということを考えざるを得ないぐらい、なんでパーティーが好きなのかということですね。で、今ね、政治刷新本部長を総理は務めていらっしゃいますね。これ1月10日に新設をされました。1月10日。解体的な出直しを図り、全く新しく生まれ変わるということを宣言をされているんです。で、ところがですね、出てきた中間取りまとめというのは、要は派閥パーティーの禁止ぐらいしか具体的には出てきていません。派閥のパーティーの禁止というのは、さっき言った政治改革大綱にも書いてあることです。そんなこと今頃言ったって何の意味があるんだと思いますね。動きがすごく遅いんです。で、メンバー38人なんですけども、これには安倍派の議員も2桁近く入ってますね。で、しかもそれ以外にも、これまでも政治と金をめぐる不祥事で名前が出てきた人たちも入っています。汚れた雑巾では汚れを落とすことはできません。これまでの動きを見ていると残念ながらそう
言わざるを得ない。加えてやっぱりこれまでの反省を問ういろんなお話を今まで取り上げてきましたけども、あまり反省がないようですので、あえて申し上げますけど、政治刷新本部長は総理じゃないですか。政治刷新本部長を変えなきゃいけないんじゃないですか。だって政治改革大綱を守らない、大臣規範守らない、政治資金規正法も守ろうとしない、その精神も分かっていない、その人が政治改革の先頭に立てますか。むしろ政治改革を後退させてきたんじゃないですか。どうだ、政治刷新本部長辞めたらどうですか。いかがでしょう。私の、パーティー等について、は先ほどご指摘いただいたことに対してお答えした通りであります。しかしその上で、今、我々自民党にとって、政治の信頼に関わる政治と金の問題、この重大事件が発生した、こういった時に自民党総裁を務めている立場として、その先頭に立ってこの信頼回復に努める、これは当然のことだと思います。私の立場としてこの自民党の大変なこの危機に対して先頭に立って信頼回復に努める、政治刷新本部の本部長を続ける、これは当然のことであり、それは務めなければならないと考えています。適材適所という意味では適材ではないということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。政治刷新本部長を引き続き務めという決意を今述べられましたけれども、じゃあ早速ね、政治刷新本部長として自民党総裁としてやっていただきたいことがあるんです。説明責任についてはずっと果たすようにずっとこれまでもおっしゃってきましたね。その説明責任が問われるのが今週でも開かれるかもしれないという政治倫理審査会です。そうだ、で政治倫理審査会、もっと多くの人たちが出席をしてきちっと説明するのかと思っていたら、現時点ではわずか5人しか出てこない。51人要求したんですけど、ようやく5人です。でその中にはね、一番裏金を受け取った人は入っていないし、そうだ、あの収支報告書の修正見ると、いわゆる なんて言いますかね、不明不明のオンパレードの人も入っていないし、そうだ、説明しなきゃいけない人が全然入ってないんですよ、まだまだ。でもまだ出てくる人がいる。だったらね、説明責任とは誰に果たすんですか。国民のために果たすんでしょ。そうだ、当然公開すべきじゃないですか。完全公開すべきじゃないですか。非公開ってのは過去1回だけですよ。説明責任だったら完全公開でしょ。でもそれではない今動きじゃないですか。自民党今日お昼からね、幹事会あるそうです。その前にきっぱりと総理が言ったらどうでしょうか。政治倫理審査会は完全公開でやれと指示したらどうですか。政倫審についての、ご質問ですが、この衆議院政治倫理審査会の規定第23条第1項において傍聴を許さないとした上で、第3項において傍聴について対象となる議員の意思を尊重してするとしています、そして、この政治倫理審査会規定、そのものが各党各会派の合意に基づいて作成されたものであると認識をしています。そしてこういった規定に基づいてこれまでも政倫審運用されてきたわけですが、過去の実態を見ますと、その完全この非公開のものもあれば、議員のみ傍聴できるというもの、あるいは議員とマスコミの傍聴を認めたものなど、対応はこの様々であります。逆に完全非公開というのは長い歴史の中でも過去1回しかなかったと承知をしています。そういったその時々に応じて、その国会においてご判断をされたということでありますが、おっしゃるようにこれは国民に向けて説明をする、これは大変重要な場であると思いますが、そういった観点から今申し上げたようなさまざまな対応が考えられる中で適切に国会でご判断されると考えております。まず公開すべきだという全ての野党、多分公明党さんもそうだと思うんですけど、全ての政党でしょ。非公開なんてことを主張しているのは自民党だけじゃないですか。経緯は説明されてました。経緯はその通りですよ。経緯は今まではね、今までだけども、これだけの大掛かりなね、裏金の事件には説明責任を果たさなければいけないと何回も総理も言ってきて、説明責任を果たすってことは完全公開じゃなきゃおかしいじゃないですか。
誰も見てないところでつぶやいたことがなんで説明責任になるんですか。だったら指示すべきです。そうだ、今のね、これまでの経緯のね、あるいはその解釈じゃないんですよ。今回どうするか、完全公開だと当然じゃないんですか。そうだ、指示したらどうだ、指示するかしないのか、そのことだけ答えてください。そうだ、説明責任を尽くすことを促していく、まあ、こういったことについて、まあ、従来からも、党として、働きかけを行ってまいりましたし、これからも行ってまいります。その上で政倫審の取り扱いということでありますが、政倫審においての規定は先ほど紹介させていただいた通りであります。原則として傍聴は認めない、そして本人の意思を尊重するという規定の中で具体的にどう対応するのか、これが今国会において今判断されようとしている、こういったことであります。この説明責任を果たすことの重要性のを働きかけていく、促していく、これは党としてこれは当然行ってまいりますが、規定に基づいて国会が判断されるべきものであると考えます。国会が判断は総理が指示をすれば、自民党がそういうふうに対応すれば国会は動くんです。すべて総理から始まります。そうだ、今の答えでは今日は指示しないってことですね。促すというようなこと言ってました。促すってのは違う、指示するかどうかです。私が聞いたのは指示するかどうか、指示するかどうか、それだけ答えて。指示という言葉の定義ですが、私自身従来からもこれからも本人に対してあらゆる場を通じて説明責任を果たす、こういったことについて働きかけを続けてまいります。今日の時点での指示ということは言わなかったということは、やらないということはよくわかりました。リーダーシップがやっぱりないんですよ。やる気がないとしか私は思わざるを得ません。関連で申し上げさせていただきたいと思うんですけれども、政治資金は原則これは非課税でありますので、今収支報告書の修正が進みつつありますけれどもね、修正すればそれが真実とは限らないわけあって、さっき言ったように不明のオンパレードみたいな修正もあるしね、あるいはわざわざ使途不明金436万円と書いてあるそういう修正もあるんですよ。使途不明金ですよ、そんなの修正に値しますか。当然のことながらこういう皆さんは納税しなきゃいけないです。納税しなきゃいけない。鈴木財務大臣は先週の予算委員会で、疑惑の持たれた政治家が政治責任を果たすという観点から判断すべきと、まあ、要は自己判断に委ねるようなお話だったんですね。自己判断に委ねたら全然これね、修正申告なんかしようとか誰もしませんよ。そうだ、だって政倫審だって出てこないんだから、みんな。そうだ、わざわざね、税務署行って修正申告するとは思いません。そうだ、だとするとこれも私は総理の指示が必要だと思いますよ。総理の指示、裏金議員に過去5年分の修正申告を行い納税義務を果たすように指示すべきではないですか。まあ、納税については、まあ、委員ご承知のように、まあ、政治資金が、政治家個人に、まあ、帰属するのか、あるいは関係政治団体に帰属するのか、これによって課税関係は変わってくるというものであります。まあ、従来も予算委員会で議論が行われてきた通りであります。そして、この今回修正が順次行われているわけですが、検察のこの捜査を受け、そして実態を、まあ、確認した上で、まあ、本人として、このその実態に基づいて、まあ、修正を行っていると承知をしております。少なくともこの党においてこの議員個人が受領した例、これは具体的に把握はしておりません。そういった中で課税についてどう考えるのか、法律に従って対応すべき課題であると考えます。私はですね、基本的にはね、説明できないようなお金が残ってる、そういうことをね、基本的にはやっぱりもう納税していくという、その姿勢を示さなければ国民に対する政治に対する不信感を拭うことはできないというふうに思います。ちょうど今ね、確定申告の時期じゃないですか。これは納税者のね、思いだと思いますよ。税は国家なりという言葉があります。ものすごく大事な今大事な時期なんですよ。そのね、基本が揺るがされるような事態になっているんです。4000万円だったらね、脱税したらダメだ、じゃあ3000万円だったらいいのか1000万円でいいのか、そりゃおかしいじゃないかとみんな思ってるんですよ。そうだ、納税意欲の減退につながるような事態であることを考えみるならば、行政のトップである総理が、自民党の総裁であるあなたが納税すべきだと言うべきだと私は思います。これも
さっきのような解釈論で多分また答えないんだと思うんですね。違いますか？違う答えがあるんだったら言っていただきたい。ないんだったら違う質問を進めます。ということはね、政倫審公開しよう、脱税議員は納税しよう、そういうことも支持できないんだったら、もうやっぱりさっき言ったように政治刷新本部長やめた方がいいですよ。もう結論出ました。もうやめた方がいい。あなたが政治改革の障害になっていると思いますね。ということを申し上げさせていただいた上でですね、これまでやっぱり動きが悪すぎたと思います。政治刷新本部立ち上げてからもう相当経ちましたけども、実態改革が、まず実態解明が進んでいない。調査もいい加減でしたね。あの収支の収支報告書に記載漏れがあったかなかったか、金額はいくらだったかという調査だけ、なぜそういう経緯に至ったのか、使い道はどうなのか、本質的な調査がない。そしてさっき言ったように、これからどうするかについての案が、自民党としての案がないんですね。まだ未だにないじゃないですか。ほとんど他の政党全部ドセってますよ。ほぼ出揃ってる。議論が進まないのは自民党のせいじゃないですか。早く野党協議やって議論進めなければ、この国はいっぱい他の課題もいっぱいあるんですよ。どうもあえてゆっくりペースにやってんじゃないかと思わざるを得ないぐらいやる気を感じません。信なくも立たずと言うんだったら、早く信を立てるための努力を見せてほしいんです。残念ながらね、これまでの対応というのは遅いし的が外れてると。これね、ちょうど1年前のワールドベースボールクラシックの日韓戦の総理の始球式を思い出しちゃいますね。超スローボールの山なりの放物線で三塁側に向いていっちゃった同じようなことを今ねやってます。遅いし、そして的外れ。もっとこれスピードアップして早く案出さないですか？議論進めないですか？反論があれば。今日までの取り組みが的外れたと、まあ、いう、まあ、ご指摘でありますが、今回の、事件につきましては、派閥の政治資金パーティーを舞台として、この生じた事態であります。だからこそ、この派閥と、この資金と人事、これを切り離すこと、これが何よりも重要だということで、党内で議論を行いました。そして委員も、内閣総理大臣経験されたわけですから、十分感じておられると思いますが、具体的な事件の捜査が進む最中において、トップとして発言は、この慎重でなければならない、これは当然のことだと思いますが、その中にあっても、党として政治刷新本部を立ち上げて、中間取りまとめ等の議論を通じて、この今後の対応、説明責任や政治責任や、そして再発防止策について議論を行ってきた、こういったことであります。そして今この捜査が終わった後、実態把握に党としても取り組んでいるわけでありますし、再発防止の法改正についてもこの議論をまとめ、今国会で議論を行い結果を出すと申し上げております。的外れではないと思いますし、事実上において、この努力をしている、こういったことを考えますときにご指摘は当たらないと考えます。我々の案をご説明して、それからお答え聞こうと思ったんですが、もう時間がないんでね、絞って聞きたいと思うんです。私どもは政策活動費は禁止、そして企業団体献金の禁止、政治資金パーティーも禁止という方向性を打ち出しています。他の野党もほぼこういう方向性で一致すると思います。考え方がまとまってないのは自民党だけです。今申し上げた点についての総理のお考えをお聞かせ。企業献金、企業団体献金、そして政治資金パーティーについての対応については、我が党として先ほども答弁の中で申し上げさせていただきましたが、具体的な法改正について政治家の責任、そして外部の監査、そしてデジタル化を等のこの透明化、まあ、こういったことについて、この党としての考え方を今まとめております。そして企業団体献金、さらにはこの政治資金パーティーということにつきましては、この最高裁のこの判例等においても、その企業における献金の
政治活動の自由等の重要性ご指摘があり、そして委員がご指摘になられた政治改革大綱、この中においてもこの法人の寄付というものは民主主義において重要な存在であると、重要な役割を果たしているということで寄付を禁止するという結論には至っていない、こういったことであります。こういったことを考えますと、この企業団体献金等について禁止する前に透明化等を図ることが先ではないか、こういったことで党としてのこの作業を行っている、こうしたことであります。ぜひこれを法改正という形で具体案としてまとめて今国会における議論に貢献したいと考えています。政権交代こそが最大の政治改革だと確信をしました。質問を終わります。